チュースピースオブケークのショウタンです。サッサンです。今日も最後までよろしくお願いします。 YouTube ライブとかやっていたりですね、はい、あとカレーをレビューした時、うん、国技館カレーをやってくれと。あ、やってくれというか国技館カレーはなぜやらないぐらいな、ね、お前元お相撲さんやろ、お前元力士なのになんで国技館カレーやらないっていうぐらいな。まあそうですね、言われますね、うん、結構、うん、言われてたので、はい、この間3月場所3月場所見に行ったじゃないですか。行きました。その時に売っていたので、はい、ちょっとね今回買ってきてみます。国技館カレー、あとね国技館林っていうのもあった。いや、それも言われてたんですよ、うん、林も美味しいですよみたいな、うん、え、国技館カレーっていうのは、はいはい、その研修所、研修所、車の車学か、車学か、車学校なんか教習所、はい、教習所時代には必ず食べるものなの。金曜日にカレーの日だったんですね。カレーか林。それ何、日本海軍みたいな。いや、わかんないですけど、本当にでも、昼は食堂で食べるんですよ、絶対。水もね、あの、でかいやかんに入ってて、私のやつでついてました。じゃあ、なに、力士の人は一度は通る味なのね。一度は絶対通ります、多分。通るやろ、通りますよね。俺は通ってないっていう人が入ったらちょっとびっくりする。絶対通ってます、まあ、思い出話は良きとして、まあ、食べながら思い出話すればいいんだけども、はい、なので今日はね、はい、こちらの国技館カレーと国技館林をレビューしてみて、ついに来ました、うん、お待たせしました。ということで最後までご覧ください。はい、温めてきました。こちらがカレー、そしてこちらがハヤシライス。どっちからいきますか。まずは王道なんじゃないですか。カレー、はい、いただきます。いただきます。あ、久々になんかカレーのテイスティングしてるかも。肉がホロホロ。今ね、ルーだけちょっと食べた感じ、うん、なんかね、夏のプールを思い出した。海の家じゃなくて、うん、あの地元のプールがあって、はい、そこのメニューが焼きそばかカレーなの。どっちかしかないですね、うん、はい、食べ物的には、はい、で、子供ながらにお昼はそこで食べるっていうお小遣いをもらっていくわけです、はい、そうすると、おいら毎回カレー食ってたんだけど、なんかね、いい意味で昔ながらのカレーの味。あ、うん、だからちょっと懐かしい感じがするのかも。うん、そんなほら大きく変えてはないと思うんだよね、カレーの作り方的には。はいはい、はい、うん、いきなりバターを大量投入してみましたとかさ、うん、ガラムマサラに変更してみましたとかさ。それはないですね、うん、そういうのはないっていうことを考えると、はい、多分昔ながらの同じレシピでずっと作ってると思うの。それはあると思いますね、うん、うん、なんかね懐かしい味。あ、でも食べやすい辛さですね、うん、本当に辛くもないし、うん、甘すぎない、本当中辛ぐらい、一般の中辛ですね、うん、林行ってみますか。行ってみますか。でも若干ちょっと林の方が楽しみっていうあれがあったっすね。匂いはね超トマト。ああ、うん、うまいですよ。なんか全然違う、カレーと。なんかね、林感というよりは、うん、ビーフシチュー。あー、ビーフシチューの味に近いかも。わかる、それはわかります、うん、肉もね、こっちもね、ホロホロ、うん、さすが国技館。俺、林の方が好きかも、単純に。あの、この林ライスはオムライス作って、オムハヤシにして食べる。上にかける。そうそう、あ、うまい、うまいっすね、うん、それはうまいっす。カレーもうまちなんですけど、僕的にはハヤシライスの方が好きですね。これどっちとも言えるのは、お肉が本当にホロホロ、うん、しっかり煮込んであるって感じですね。パンにも合いそう、このハヤシライス。あー、合うかもね。はい、教習所自体はハヤシはもちろんこの雰囲気だとなかったんでしょ。いや、あったと思うんですよ。でも出てくるのはカレーってとこ。味ですか、思い出すのはってことですか、うん、全くどっちも覚えてないです、うん
でもカレーは、うん、このできた時に部屋になんか配られたんですよ、味見みたいな感じで、その時に食べてるんで、うん、まだ近い味を思い出せるんですけど、林に関しては僕が辞めてから出たやつなんで、確か、うん、違うかもしれないけど、ご情報た、確か林は食べてないんですよ、うん、だから昔の記憶思い出そうとすると8年前、9年前とかになるんで、さすがに無理っす。無理じゃないだろ。いや、無理っす。だって俺、さっさんの料理でさえ覚えてないんですよ。そんな無理。そうだな、うん、あんなに生姜焼き作れ、生姜焼き作れっつって久しぶりに食べてっつって作ったらこんな味でしたっけ完食です。それは覚えてるわけないっすよ、うん、そうだな、うん、ごめん、君にそこを求めたのは私は。ごめんなさい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うるまちでしたよ。うん、美味しゅうございました。久々にうまち出した気がする。結構毎回出てるけどな。うん、一つ思ったんです。はい。パッケージを見て。はい。以前、うちらがカレーランドさん行って、はい。カレー購入してきて。はい。あの時に、結構、あ、これもここが作ってたんだみたいなとこあったんですよ。はい。そこが作ってました。マジっすか、うん、ベル食品さんでこれ作られてます。それうめえわ。いや別に否定してるわけじゃないですよ。それはね、ダメだと思う。あ、ごめんなさい。それはダメだと思う。違う、そんなあれじゃないですけど。へえ、そうなんだね。まさかのベル食品さんがここでも絡んできてました。いろんなところに手出してますね。いろんなところに手を出してるのか、もうそこのカレーとしてのスペシャリストだから、いろんなところがこう依頼してくるのか。まるでハローキティみたいですね。うん、誰とでも寝る猫ね。うん、どの企業にも抱かれる猫ね。可愛いじゃないですか。うん、どの企業にもゴロニャーンってこうちっかわ入ってって抱かれて、ふんって笑うタイプね。ニヤッと。ニヤッと笑うタイプ。そうそう。ベル食品さんが作ってるんですね。うん、まさかのね、国技館カレーのレビューでベル食品さんにお世話になるとは思ってもいなかった。はいはい。うん、いやこれもカレーランドさんに置いてくれたらもう最高じゃないですか。一つのつながりができますよ、ここで。そうだね。ピースオブケーキ。そうそう、国技館行った時にね、はいはい、なんかいろいろご自由にお取りくださいっていうのがあって、あ、なんかね、アベマさんが提供してんのかな、なんかステッカーで、うん、あの花形力士の方がいろいろ写ってらっしゃいますよ。うん、大関3人ですね、うん、日本相撲協会公式アプリ大相撲、いつでもどこでも大相撲、こういうのが、ね、あるあ、それはね有名ですよね。これあれ自分のごひいき力士をその設定できるんですよ。さっさん持ってましたよね、これ。入れてた。ですよね。入れててごひいき力士、みんなごめん、あなたにしましたよ。やった勝ったぞみんなに。いや、あれ一人しかできないんですよ。そう、一人しか、あ、有料会になると何ができるのかな。でもあの無料会員だったんで、ありがとうございます、はい、すいません、勝ち取っちゃいました。だって一番遊んでたし、一番合ってたし、うん、一番合ってましたね、うん、あとね、場内で待ち亀、土俵前で力士と撮影したようなオリジナル写真プリントとかね、なんかこういうのがあったんです。これこあとね、こういう力士と特別な動画を撮影できる、なんかね、こういうのがあって、この前を、うん、あの私たち歩いてたんですよ、翔太とね。そしたら翔太に、スタッフの方が、よかったらそちらのお兄さん一緒に写真撮りませんかって。あれあれじゃないですか、あれなんかプリクラみたいなやつじゃないですか。うん、多分これ多分違うっすよ。多分これだって、これ本当ですか。うん、へえ、これこれなんかすごいですね。うん、なんか館内結構うろちょろしながらこういうチラシとかね、チェックすると、お、こんなのあるんだとかね、はい、あるんで、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。それでは、せーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオ。